お疲れ様でございます吉田さんやっぱりこう言葉の定義の反対を考えていく追語を考えていくっていうのはなかなかいいトレーニングになりますよねでまあいろんな視点があるなーっていうふうに私も感じるんですけどもまず一つは感謝の反対側は当たり前っていうのもねこれ一定納得できるんですけどもそれを聞いた上で俺ならどうするかなっていうところがまあ、考えを深掘りしていくってことなのかなと思いますつまり感謝の反対語っていうのは大抵の方がねそういえば何だろうって思っちゃうんですよ で、そこで、いや、感謝の反対語はね、当たり前だよ。なぜならねっていうふうに聞くと、あ、そうなんだっていうふうに、そこで考え止まるんですよね。で、私は、その他に、他になんかないかなっていうふうに考えるのが、まあ、ビジネスをする上で大切な視点だと思うんですよ。つまり、もっともっと解釈を広げていく、展開していくってことですよね。えー、だから、この感謝の反対側に失うっていうのも、これなかなかいい視点だなと思いましたね、私のこの情報ストック、思考のストックに、また、あの、収めさせてもらおうかなと思います。まあ、そうなると、まだまだね、他の、 あ確かにねっていうふうに納得させるようなね、えー、感謝の反対語ってのは出てくるんだろうなと思いますし、もっと言うとですね、他の言葉、例えば、売上げの反対語は何ですかとかね、給料の反対語は何ですかみたいな感じで思考を膨らませていくことができるんだろうなと思うんですよ。そこには、 一定の答えが出たら終わりってものじゃなくて自分には考えつかないもっと別の解釈があるんだろうなとかその解釈はもっともっとその人に大きな恩恵をもたらして世の中に染み渡っていくんだろうなっていう風に考えていくことかなと思いますよねあの松下幸之助さんでしたっけね成功した秘訣は何ですかって聞かれた時にいや体が弱かったんだよねっていうのがねなんかポンと出た時にお、なるほどって思う人となんだそれはって思う人といたりとかね 体が強い方がいいに決まってるじゃないかっていうふうに思考が止まる人とあなるほど体が弱いっていうのでいろんなコンプレックス感じてそれを打破するために、えー、これで、えー、なんかねその人生の難局を乗り切ろうと思った意欲が出たのかなっていうふうに考えることもできますし、えー、例えばねあの中学とか高校でモテてたやつっていうのは世の中に出てねパッとしないやつが多いっていうのもあったりモテてないからこそビジネスで一山当ててモテる人間になっていこうっていう風うな、ね、意欲が出てきたりとかね。 昔からあの顔のいいやつは中身がないっていうふうな言葉もあったぐらいそれは単なるかから出たた言葉じゃななくて本当にそうだったかもしれないですよねこれはね近年女性には近所に出てきててあの10代20代でモテてしまった女性ってそのまんま自分の見積もりをね高くした結果40代まで独身ででかつては美しくてモテモテだったその自分の人生はどうしてもね忘れられずに。 もう、這いつくばるように生きていく40代、50代、いわゆるアラフォー女性で高飛車が生まれるみたいなこともあるわけですよね。もうね、20代の方はね、あの、女性ですよ。割り勘でもいいし、ジミコンとか、年収300万でも OK みたいな考えがだいぶ出てきたんですけども、下手にモテてしまったね、バブル世代40代、50代っていうのは、いやいや、年収1000万当たり前でしょみたいな感じで、お前はいくらなんだよみたいなね。<laughs> そんなことになってるのかなっていうのはよく聞きますけどね。うい、ん、ってらっしゃい。